東山は京都盆地の東側にある山の総称である。またその山麓の地域を指すこともある。北は比叡山から南は東海山までとするのが一般的である。競技には比叡山を含めず山中越の南の如意が岳から南を指す向きもある。東山とは一つの山系の名ではなく京都の中心部から見て東に見える山を指す。したがって 他の山とししがにで隔てられている吉田山が含まれる一方、比叡山の北に連なる平山系の山は含まれない。東山の古障は古くは平安時代にも用いられたことがあるが、一般的になったのは室町時代以降である。北から順に記す。なお一つの山が複数の名を持つことがある。また一つの三名が場合により異なる山を指すこともある。 比叡山三ン山石山修学院山、葉山一条、寺山茶山雨流山北、白川山月町山、如意ヶ岳多くの文献で、東山の手法であるとされる。現在は、通常、手法如意ヶ岳と、その西方の手法、大文字山は、厳密には別の山の扱いである。中世より、両山の混同 または同一市は多く見られており、現在もそれは続いている。吉田山死雲三前木山椿が、峰若王子山南禅寺山大日山新名山、淡田山課長山、炎山炎山町、炎山公園の地名がある。長楽寺山総林寺山東大山、高台寺山霊山戦国時代に、足利義輝が建設した東山霊山城があった。 両前町の地名がある。鳥部山清水山青函寺山、阿弥陀神根、豊臣秀吉が埋葬された。山頂に明治に建てられた五輪島がある。今熊野山、泉山、恵比山三明盆、三脇本、十日山、東山の山々を総称して、東山三十六法とも呼ばれる。言葉の成立当初は、具体的に三十六の峰を要するという意味ではなく、 なだらかに連なる東山の山々を落中から見て、おおよそ三十六ほどは連なっていようかと例えられたものであろう。江戸時代後期の学者であり、東山の景観を好んだことで知られる第三洋が自らを十六法外史と合していたことからも、江戸時代頃には三十六法の考えが知られていたものと推測される。江戸時代末期の花落名称図では、 東山三十六法の言葉を見ることができ、これが東山三十六法という言葉を記した現存する資料としては最古のものとされる。この花楽名勝図絵にはどの山々を指して三十六の峰と言っているのかは明らかではないといった記述があり、三十六法が具体的にどの山々を指しているのかまでは特定されていなかったようだ。前述の通り、 江戸時代以前には36法は具体的には特定されていなかったと考えられるが、近代以降36法を具体的に特定しようという試みも行われている。1936年の大阪栄林局東山国有林風地計画においては東山36法の3名が具体的に記述されているが、これが36の3名を羅列した資料としては、 ほぼ最古のものであるとされる。しかし、ここで名前の挙げられている3名は、江戸時代前期に記された、洋州府市における山川門の記述を踏襲したものに過ぎず、実情にそぐわないものも少なくなかった。その後、1956年の京都新聞において、36法を具体的に特定した記事が連載されることとなった。以降に刊行された書籍などでは、 この連載記事により選定された36法をもって東山36法とすることが多い。東山国有林風地計画の選定、京都新聞の連載記事による選定では、両者で一部異なった山の名前が挙げられており、また現在では山と呼ぶに値する頂きの確認できないものもある。東山36法という故障を使う場合、 山品盆地からは確認できるが、京都市街地から頂きを確認することが難しい。花山、六条山といった山は三十六の峰に含まれないことに留意。東山は、花折断層、獅子型に断層、桃山断層などの断層の活動により、隆起してできた山である。侵食が進んでおり、明確な頂上を持たない山が多い。また西側の麓には、 戦場地が形成されている。山体は主に大石岩からなるが、約9000年ほど前に、比叡山と大文字山の間の山中越付近で、河口岩の管入が起こり、その両側の比叡山と大文字山の山頂付近は、偏成岩のホルンフェルスとなった。ホルンフェルスは固く風化しにくいため、これらの山は、東山の中でも高く目立っている。 また山中越の峠から発する白川は、花崗岩が風化してできた白車によって白く見えるためこの名がついた。東山の山麓には多くの神社、寺院がある。その中には伏見稲荷、大社、清水寺のように平安系よりも古い歴史を持つものもある。また山麓は平安時代から近代にかけて京都の皇族、貴族や武士の保養地であった。特に、 足利義政の東山山荘は有名である。現代ではこれらの寺社、庭園が東山の景観とともに観光客の人気を集めている。北から順に記す。京都から東の山品盆地、大見盆地方面へ向かうには東山を越えなければならない。これには以下のようなルートがある。山中越から大文字山に登ると京都市内を一望できる。 ありがとうございます。